メカニカルキーボードは高い、そう思ってませんか？確かにメカニカルキーボードってプロゲーマーとか金持ちが使ってるイメージよな。その考えだったら、明日も僕が勝ちますよ。何が？ほな、いただきます。何を？え、何をいただくの？あ、サワラさんです。唐突だな。はい、今回購入したキーボードはマッドキャッツのストライク、TE というものです。よくあの流れのまま話し始めれるなお前。マッドキャッツってあまり聞かないメーカーだな。そうなんですよ。このメーカー、2017年にチャプター7を申請して、倒産しちゃってるんです。あっしゃっしゃー。もしかしてこいつのジャンク理由って倒産メーカー品だからか。おそらくそうだと思います。おい、で、いくらだったんだ。今回は先に開封していきたいと思うよ。その方がびっくりするだろうしね。サムネに値段書いてね。黙れこそ。それでは早速開封していきましょう。箱を開けるとまず腕置き的なのが入ってました。右下にはマッドキャップのロゴも入っててかっこいいな。汚れなどもなく非常に綺麗ですね。で、ここをめくるとキーボードとのご対面です。おい待て、これ袋入ったままじゃないか。これもしかして検品で開けただけな感じなんですかね。キーボード本体も使用感がなく非常に綺麗な状態です。ただプラスチック感が強く少し安っぽい感じではあるな。で、箱の底には説明書のようなカードか紙が入ってました。曖昧だな。おい、日本語で書けや。いや、このキーボードは天気付きの英語配列キーボードとなってます。左上や矢印の上にはショートカットを割り当てるためと思われるキーもあるな。Windows キーを無効化するスイッチもついていて結構充実してますね。腕置きを取り付けるとこんな感じ。見た目もいいですし、高さがある分打ちやすさもかなりいいですね。ちなみに軸の色は純正の茶軸となっています。ジャンクの茶軸か。すごい時代になったな。でも、メカニカルキーボードの茶軸だし、そこそこ高機能なキーボードだし、いくらジャンクでも高かったんじゃないか。こちら、パソコン工房オタロード館で800円でした。でも字薄れてるじゃねえか。本当は3000円とか5000円とかだろ。税込み800円でした。俺は認めねえ。どうせ違うパーツの値段だろ。いい加減認めろや。サワラさんの言う通り、これはキーボードの値段で間違いありません。誰だお前。次は動作確認をしていきます。今まではエレコムのメンブレンキーボードだったんだな。待て。お、これ光るのか？これは知りませんでした。次はドライバーをインストールしていきます。あれ、メーカー倒産したのにドライバー公開されてるのか？どうやら日本法人がアーカイブを残してくれたらしいんですよ。親切な法人さんでよかったな。契約なくなったらそのまま消すとこもあるからね。検索する際は、ストライク、ドライバで検索して、そこから欲しいドライバを探し出してインストールしたら完了です。ドライバはこんな感じ。このドライバではショートカットの割り当てと LED 関連の設定ができるぜ。ショートカット欄には任意のキーを設定できるのが嬉しいですね。で、LED 設定は何をいじれるのか。明るさとか。あ、明るさだけなんです。次は実際に打っていこうと思います。初めての茶軸？どんな感じか楽しみだな。打った感想としては、キーの重さ、スイッチ感ともに程よい感じでとても打ちやすかったです。イメージ的には赤軸と青軸を足して2で割った感じですね。また、反応しないキーや、不具合などもなく、正常動作してました。はい、今回はナンバで800円で購入したキーボードを紹介しました。今なんでまさか800円でメカニカルキーボードの茶軸が手に入るとはな。しかもジャンクの割に不具合、使用感もなく、とても良かったです。購入後3ヶ月ほど使用してますが、今も正常に動作してます。番号遅くね。よかったら高評価とかしてってね。なんで購入してから3ヶ月も動画にするまでかかった。うるせえ、こっちも忙しいんじゃ。F4 キーにするの。とっととこのチャンネルが消滅しますように。